残念だった。マナの木は枯れ、マナの女神はたった今死んだ。苦しい。マナの木が失われ、どんどん弱っていっているようだな。マナの木を守るという役目が不必要になった今、フェアリーも消滅する運命。古き女神の時はここに終わりを告げ、我ら魔族の新たな時代が始まる。この魔王も神をも超えた存在、黒の貴公子の名のもとに。そんなことさせない。あ、フェアリー。ああ、自然に消滅してしまうのを待たずに自ら進んで私に殺される死を選んだ。もはや希望がないことを悟ったようだな。さあ、お前たちもフェアリーのように潔く死を選びたまえ。このような時期に魔界へと変わる新しい世界、魔界にお前たちが住む場所などないの。ではそろそろ始めるとするか。新しく神となった私には忌まわしい思い出が染みついたこの体はふさわしくない。ローラントの王子の体に魂を移すのだ。そう、汚れた着物を脱ぎ捨てて新しい着物に着替えるように。その途中でお前たちは私の本当の姿を見るだ。そして死ぬのだ。魔界と人間界と聖域、三界の王の真の姿だ。体中の力が駆け巡る。さあ、新しい神の手によってお前たちを葬ってやろう。誰だ、苦しい。そこまでよ。たとえマナの木が枯れ、マナが失われようとも、私たちは決して諦めたりしない。最後の希望、聖剣の勇者たちがいる限り。マナが失われれば私たち精霊は消える運命。でも悲しくなんかない。みんなはマナがなくてもきっと新しい世界を作っていける。さあ立って、あなたたちの手で未来を守るの。私たちは姿が消えてもいつまでもあなたたちの心の中にいるよ。負けないで。小賢しい真似を。だがマナの剣以外では神となったこの私は倒せん。そのマナの剣もすでにない。終わったな。マナの剣は失われてない。
あなたには見えないの？聖剣の勇者たちがいる限り、その心の中にある希望という名のマナの剣は、決して失われることはない！ほう。面白い。やってもらおう。新たな神が、希望などいかに愚かな幻想か、思い知らせてくれよ！これが最後だ。みんな、行こう！俺たちの希望を打ち砕いてやろう！神の手によって、お前たちを死にくれない！そうだよ。やろう。
絶対か。最後まで希望を失わないでくれてありがとう。でも残念だけどマナの木が枯れてしまい、世界からマナは消えてしまいました。私はマナと共に消える運命。短い間だったけど今まで本当にありがとう。みんなのことは忘れないよ。リース、エリオットは戦いの間に私が助け出して最後の力でローランド城に送っておいたから、もう心配いらないよ。エリオットは無事だったのね。フェアリー、ありがとう。ううん、彼を助け出せたのもリースたちが頑張ったからだよ。気にしないで。私の体が完全に消えてしまう前に助け出せてよかった。そんな、行かないでくれ。違うの、心配しないで。みんながフェアリーは失われたマナを千年後の人々でも、もし未来が私を必要としなければいつまでもここで世界を見守っていることにします。さあお別れです。聖剣の勇者たちよ、さようなら。あなたたちの心の中のマナの剣がいつまでも光り輝き続けますように。